皆様こんにちは。十五夜のお月様もそろそろですが、今日はこのお月様とうさちゃんを作ってみます。1枚の15センチの折り紙で折ります。まず縦横とも3等分印をつけておいて、端をきっちり合わせて3等分のラインで折ってください。反対側からまた折ります。分かりやすく印をつけておきましたが、この線の交わるところに向けて3方向から折り込んでいきます。まずこのラインを折ります。で、反対側のラインを折って、今度はこの斜めのラインを折ります。で、折り筋が3本つきましたら、左右からこのように折っていって、印をつけた点に向かって集めていきます。で、最後は上からかぶせて四角が上から乗ります。こういうふうに一番上の紙が袋状になっております。で、この上の紙を下に折り下げます。下の角に合わせて折ってください。この部分がうさちゃんのお顔になります。次はこの点とここに合わせて折り下げて、この部分に折り筋をつけておきます。位置をひっくり返して、今折ったこのラインを中に折り込んで、横線を折り筋をつけます。上からかぶせてこのような形になります。次は裏返してみると、この点とこの点、この部分を半分に折っていきます。このような折り筋になります。で、こちら側も同じように交わった線のところに合わせて半分に折った形になります。今つけた折り筋を開いて、で、この折り筋通りに今度は内側に折り込んでください。こちら反対側も同じように折り込みます。こうするとだいぶうさぎさんの形がはっきりしてきました。角と角を結んだライン、これを外側に向けて折り返します。反対側も同じように折り返してください。上の方にお耳のように三角がありますが、この正方形の分を伸ばした線を向こう側に折り込みます。反対側も同じラインを後ろに折り込んでください。この黄色い部分が満月のお月様になります。
で角角を少しずつ向こう側に折り込んでやって、だんだん円形の形に持っていきます。この浮いている部分を中心に向かって折って折り筋をつけます。で元に戻して反対側も同じように折ってください。で元に戻してこの折り筋を裏側に折り込んでください。次はこの顎の線を作っていきます。裏側に平行になるように折って、黄色いお月様の土台の方も同じく裏に見えないように折り込んでください。で気になるところがあればできるだけ満月の丸いお月様に近づけて少しずつ折り込むと、このようにお月様が綺麗にできます。でこのままでもよろしいのですが、お目目と口をちょっとつけてみたいと思います。これはお好きにお作りになってください。にっこり笑ってお口を少し描き添えました。で黄色の種類もいろいろあるので、お月様の色も少し違いますが、お好きな色でどうぞ。で下のススキのリースですが、これはまた次回お届けいたします。ご覧いただきありがとうございます。